ットガルデン雄星です。2024年9月28日、世界周遊239日目です。ということで、今どこにいるかというと、北マケドニアの首都スコピエに来ているよ。ここスコピエはヨーロッパで一番変な街と呼ばれています。ということで、今回はスコピエ編、レッツゴー。おはようございます。時刻は午前6時10分、現在地はブルガリアの首都ソフィアです。ホテルをチェックアウトしたので、これからバスステーションに向かってお隣の国、北マケドニアに移動したいと思います。9月のブルガリアは日の入りの時間が7時20分なので、まだ真っ暗です。ソフィアセントラルバスステーションに到着しました。北マケドニアの首都スコピエ行きは41番バス乗り場です。バスのチケットは事前にカウンターで購入しました。1人50レフなので4100円、ちょっと高めですね。それではこのミニバンで行きます。イミグレーションを合わせてだいたい5時間ぐらい。現在時刻は午前9時、出発から2時間で国境手前のレストランに到着です。一旦ここで休憩。出発から5時間15分でスコピエのバスステーションに到着しました。ブルガリアとマケドニアは時差があるので、現在の時間は午前11時15分です。バスターミナルからホテルまでは 1.2 キロぐらいなので、歩いて向かいます。ということで、今回のホテル、ホステルインボックスにやってきました。このホテルデコカの中にあります。荷物を置かせてもらったので、これからスコピエの街を散策したいと思います。改めて世界周遊26カ国目、北マケドニアに入国しました。北マケドニアの通貨はマケドニアディナール、1ディナールは 2.58 円です。楽天モバイルは残念ながら圏外、今回1日しか滞在しないので SIM カードは買いません。まず最初にやってきたのはマケドニア広場です。ここがスコピエの中心地。広場中央には紀元前300年頃に活躍したアレキサンダー大王の像があります。このマケドニア広場には彼の銅像以外にもたくさんの銅像があります。アレキサンダー大王の下にも銅像と彫刻がたくさん。どうしてスコピエがヨーロッパで一番変な街と呼ばれているかというと、1963年に発生したスコピエ大地震が関係しています。街の建物の多くがその大地震によって崩壊、その後再建されたんだけど、その時にもともとあった建物の特徴とかを生かすんじゃなくて、全く新しい街に作り変えてしまったそうです。さらに2014年、スコピエ2014計画というのがあって、街中に銅像を作ったそうです。だからこのマケドニア広場にも銅像がたくさんあります。街の建物は大地震の後に建設されたものが多いから結構新しめです。ここにはフランス・パリにある凱旋門みたいな建物があります。マケドニア版凱旋門。街を走る路線バスはロンドンの2階建てバスです。テーマパークみたいだな。この建物はマザーテレサの博物館です。あの有名なマザーテレサはスコピエ生まれのアルバニア人です。残念ながらマザーテレサの聖家ではありませんが、彼女が洗礼を受けた教会が博物館になっています。それでは早速中を見学したいと思います。入場料はかかんないそうです。すごいですね。
建物の2階が博物館になっています。ここが彼女が洗礼を受けた教会ですね。この写真は安倍晋三元首相の奥さん昭恵夫人がマザーテレサのお墓を訪れた時の写真です。展示自体はそんなに多くなかったですが、彼女が洗礼を受けた教会、そして貴重な展示物を見られたのですごく貴重な経験でした。マケドニア広場に戻ってきました。マケドニア広場の目の前にはこんな感じで石製の重厚な橋があります。この橋の名前は見た目通りストーンブリッジ。15世紀オスマン帝国時代に建設された歴史ある橋です。さっきも言った通りスコピエにはたくさん銅像があるんだけど、この橋の前にはこんな感じで飛び込む女性の像があります。すごく謎。それではこのストーンブリッジを渡りたいと思います。さっきまでいた場所は新市街地、この橋を渡った先はスコピエ旧市街地です。それではこのまま歩いて旧市街地の方へ行きたいと思います。橋を渡ったところにもこんな感じで広場があって噴水もあります。これは昔のマケドニアの国旗ですね。お、すごい、この先にも噴水があります。そしてまた銅像、これはアレキサンダー大王の父フィリップ2世の像です。ということでこの噴水がある広場を抜けるとこの先に旧市街地があります。この辺すごいな、これ完全に観光地、お土産屋さんが並んでます。この辺はまだご飯街ですが、まもなく旧市街地に入っていきます。こちらはスコピエ旧市街地です。石畳の通り沿いに小さなお店が所狭しと並んでいます。この旧市街地はオスマン帝国時代に栄えた町なので、今でも30以上のモスクが残っています。確かに可愛らしい町の途中途中にモスクのミナレットがあります。こんな感じで金製品や銀製品などのジュエリーショップが多いですね。旧市街地は細かい道がたくさんあって迷路みたいになってます。ここは旧市街地でも特に有名なムスタファ・パーシャ・ジャーミアです。このモスクはオスマン帝国時代1492年に建設されました。モスクの正面にこんな感じでウドができるスペースがあります。それでは中に入りたいと思います。モスクのすぐ近くにスコピエフォートレスという大きな城塞があるので、これから行きたいと思います。多分ここですね。ここから城塞に登れます。9月のスコピエ、結構暑いです。半袖半ズボンでも良さそうですね。はい、ということであっという間にスコピエ城塞の上に到着しました。入場料が無料な代わりに結構手入れされてないですね。草がぼうぼうです。
一応ね、壁の方まで行けばスコピエの街は見えそうですね。マケドニアの国旗がたなびいています。はい、ということでね、今壁沿いを歩いてます。こんな感じ、ちゃんと道整備されてます。ここは一応ね、こうやって見ると景色は結構いいですね。この城塞が建設されたのは6世紀ビザンツ帝国時代ということで、かなり歴史のある城塞ですね。はい、それではどんどん先に進みます。暑くて日差しもかなり強いのでサングラスにしました。こんな感じで途中途中登れるところがあります。ここも景色がいいのかな。ああ、まあさっきと同じような感じですね。この城壁沿いをずっと歩いていくと、この城塞の中で一番高いところに行けます。はい、ということでゴールはもうそろそろですね。よいしょ、結構急な階段です。そして一番高いところに到着と思ったらまだ階段があった。はい、ということで到着です。おお、こっからの景色いいね。さっき言ったモスクも見えます。ここにはこんな感じで木製の高台があるんだけど、残念ながら朽ちて壊れています。一応木の上にも登れました。めっちゃ景色。ここはスコピエ旧市街地側、そして向こう側は新市街地。旧市街地の建物はオレンジ色の屋根の建物がすごく多いです。新市街地の建物は結構近代的。こうやって旧市街地をよく見るとミナレットがたくさん立っていて、モスクがいっぱいあるのがわかります。こちらがスコピエ城塞の全貌です。緑豊か。それじゃあ他に降りる道がないので元来た道を戻ります。はい、ということで旧市街地に戻ってきました。めちゃくちゃ暑いのでちょっとカフェに行きたいと思います。カラフルでめっちゃ可愛いカフェがあったので、このカフェにしたいと思います。せっかくなので私もテラス席に座りました。今回はフレッシュレモネードを注文。150ディナールなので390円です。マケドニアではお祈りの時間になるとちゃんとアザーンも流れます。それじゃあお祈りしてからちょっとまた別の観光地に行きたいと思います。ということでやってきたのは聖クレメントオフリド教会です。1972年に建設された東方教会系の教会です。特徴的な建物が多いスコピエですが、この建物もかなり特徴的です。さっきパリの凱旋門みたいな建物とかロンドンバスをお見せしたと思うんだけど、他にもいろいろテーマパークかよみたいなところがあるので、これから行きたいと思います。ここはマケドニアの政府機関、アメリカのホワイトハウスみたいですね。この建物はマケドニア劇場、ウィーンにあるウィーン劇場に似ています。この建物はマケドニア劇場、ウィーンにあるウィーン劇場に似ています。この巨大な建物はマケドニア考古学博物館です。ここもテーマパーク感満載、まるでギリシャ神殿の建物のようです。この建物もまたギリシャ神殿っぽい。そして銅像がたくさん。ちょっとね、スコピエの新市街と旧市街を分断しているバルダル川沿いにやってきました。ここには全部で6本の橋がかかっています。そのうちの4本は歩行者専用です。
ちなみに最初の方でお見せしたこのストーンブリッジ、これもその一つです。この考古学博物館の目の前にも橋があります。この橋には銅像がたくさん、本当に数えきれない数の銅像があります。この大きな船の形をした建物はレストランとホテルが入っています。本当にディズニーに来た気分になりますね。この橋は The Bridge of Art、 芸術の橋です。この橋にも同じように銅像が大量に並んでいます。これ夜来たらちょっと不気味だな。この川沿いにも銅像、この建物の前にも銅像、この建物の上にも銅像がたくさん。スコピエには本当に何千体もの銅像がありますね。それじゃあホテルをチェックインしに行きたいと思います。ということでホステルインボックス、ホテルデコカに戻ってきました。蜂の巣のようにベッドが並んでますね。今回はブッキング .com で予約しました。ドミトリーの部屋、一泊一人560ディナール、1456円です。シャワールームとトイレはこんな感じです。Wi-Fi のスピードは 78Mbps で問題ない速さです。ホテルをチェックインしたので、これからディナーを取りに行きたいと思います。そろそろ午後6時です。マケドニア広場です。日が落ちてきて、空の色が素敵。雰囲気が出てますね。夜になったらライトアップされるのかな。今回のディナーはここ、コスモスでいただきたいと思います。店内の雰囲気はこんな感じです。まずドリンクで注文したのはマケドニアのローカルドリンク、ストルムカです。梨のソーダですね、美味しい。ちなみに今日はバスで出会った日本人の方と一緒に食事をしています。こちらはショプスカサラダ、大量のチーズが乗ってます。ショプスカサラダはバルカン半島で食べられているサラダです。トマトとキュウリ、オリーブ、そして大量のチーズが入っています。めっちゃ濃い濃いよな、チーズしょっぱ。あ、これチーズの味かかと思ったんですけどめっちゃしょっぱいですねこれチーズがめっちゃしょっぱいのかな。メインディッシュ一つ目はタブチェグラビチェです。マケドニア風のベイクドビーンズ、美味しそう。こちらはチキンケバブです。ちょうどこの間兄弟で話したところ、このタブチェグラビチェは大量に豆が入ってます。味付けはね、意外とシンプル、そんなに濃くなくて美味しいです。はい、ということで今日のディナーもめちゃくちゃ美味しかったです。合計1人当たり605なので日本円にすると1570円、結構安いですね。夜の旧市街地、ライトがすごく綺麗です。ここも旧市街地のレストラン街ですね。夜のマケドニア広場に戻ってきました。すげえなこれ、綺麗ですね。昼間は暑かったけど夜はだいぶ涼しくなったので人がたくさん出てきました。この街灯一つとってもオレンジ色の電球ですごく綺麗ですね。ということで今回の動画ではヨーロッパで一番変な街と言われているマケドニアの首都スコピエの様子をお伝えしました。明日はお隣コソボに移動します。
ということで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。